久保さん、注文入ったらしいじゃないですか。朝っぱらから。<laughs> おめでとうございます。まあ、ドリアカはね、ドリアカ今日の深夜からですね。セールス2日間でやりますけど。<laughs> 今回どれぐらい売れるのかなぁ。今回40万値上げですからね。うん、で、まあ、今回は、あー、なんだ。やれない人の特徴。うん やれな、うん、続かない人の特徴とかにしようかな。継続できない人の特徴にしましょう。継続できない人の特徴。これちょっとメモっていいですか多分ね、水母的に。継続できない人の特徴。あーでもなー、あれもあったな。なんかね、久保さん、動画で6000回ぐらい回してるやつで、 あの、YouTube100 本を上げるまで僕がやったことを意識したみたいなね。100本ですね <laughs>。1万本だったら共感ねえからな <laughs>。ま、あい,いや、継続できない人の特徴でいいや。ま、これ継続できない人の特徴って何かっていうと、あの、やるんだけども、なんでやめちゃうのかっていうと、単純に、なんか、あの、リサーチするじゃないですか。 まあこれ今僕コンサルしてて、まあそれはアドバイスしてるんですけど、要はその、最初はやっぱ真似ていかないといけないわけですよね。見本、お手本が必要なわけじゃないですか。やったことないか、やったことがないやつって。でも、お手本を見れば見るほど、お手本が綺麗すぎて、全然できてないな、みたいな、なっちゃうんですよ。だからこれって、あの、ぶっちゃけ断捨離ですね <laughs>。続けていくために。断捨離です。 要は、確かにですよ、アクセスを集めるためには、リサーチ絶対必要なんですよ。だけど、このリサーチが実は、あのいいお手本を見すぎるからあ、編集しないといけないのかなとか、話し方はもっと下手だなとか、プレゼン資料が弱いなとかなっちゃうんで、だからまずは、習慣化するまでは何も見ないで、あの自分の手持ちのカードを出していくっていうことをした方が、継続できるかなと思います。僕自身も、あのー、これだけの動画本数できるのは、 あの見てるんだけども、発信したいことは発信してるんですよね。だからあー、多くの人って発信できないことを発信しようとするんですよ。なぜならばリサーチして、SEO 的にどうのこうのなんですよね。ただ、久保さんと僕まで行くと、別にな何やっても話せるじゃ話せるんで、ちょっと異次元なんでね、ここまではちょっと難しいんで、まずは、例えば、まあ、今日会社で会ったこととかね。 ま、それだったら話せるじゃないですか。今日会社で何やったのって話で。もちろんそのね、素人の日記っていうのは見られづらいですよ。ただ、あの、もう事例が出ていて、パーカー大学生とかね、なんかその日々の、ただ話してるだけでも、共感を得てね、再生数上げてるやつもあるんですよ。だから今もう、だいぶその、なんだろうな、いろんな動画が出ていろんな人が、ま、あ昔に比べると、やっぱ YouTube を見る人が、人口はもちろん増えてないし、人口は日本って、ね、 昔に比べて減ってるわけなんですけど、YouTube を見る人は増えてるわけですよ。昔に比べると。で、これはもう芸能人のおかげっていうのもあるんですけど、だから、いろんな価値観がそこにあの集まってきたっていうところがあるので、前はね、無理だったんですよ。前は YouTuber は何やってたかっていうと、もう YouTube に子供ばっかりいたから、あの、子供向けのやつばっかやってたんですよ。YouTuber の人って。もう子供向けなんですよね。今変わりましたよね。 本当ね、昔はね、子供向けのしかなかったですからね。てか、当てる、再生数当てる場合は子供向けですから。でも今は変わりました。大人も見るようになって。だから昔なんかその、なんか教育系というか、そういうのはもう、あまり再生されなかったですからね。うん。だからその、 YouTube 大学中田さん、田中さん中田さんとかのやつも、あの、今だから見られるけれども、これが10年前だったら間違いなく見られてないですね。まあ、まあ、全般そうですけどね。うん。はい、ということで、継続できない人の特徴は、まあ、断捨離しろってことですね。断捨離。で、自分が持てる手持ちのカード、奥間長者合宿で言うならば、手持ちのカードを出していくっていうのが、あ、いいんじゃないですかね。今日食べたこととかね。 今日食べたことぐらい言えませんさすがに <laughs>。で、それで他の人のを見ると、結局、もっとなんかこうしないといけないのかなとか、こ,こんなんじゃ無理だなとかなっちゃうんで、だからその目的を、なんだ、段階層によって変えていくってことですね。段階層に。で、目的が最初から稼ぐっていう目的で入ると、全然それじゃ稼げないんで、多分。 まあ、なかなか再生数上がったりとかしないから、だから目的をステージごとに変えていくっていうのがいいんじゃないかなっていう、継続していくんだったら。うん。なんで、継続できない人の特徴と、継続するためにはどうすればいいのかってことですね。だあとは継続習慣化になったら、習慣化になってるわけですから、あとはそこに対してエッセンスをちょっとリサーチして入れていけばいいと思いますね。うん。はい、ということで、いってらっしゃい。